を貸してくれ。神羅の兵器に襲われたんだ。目玉みたいな形で5体はいた。奴ら裏通りの方へ行ったけど、こっちに来たら大事だ。だから腕の立つ奴はいないかと。引き受けよう。助けてくれるか。よかった。奴ら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かって行ったよ。くれぐれも気をつけてな。遊んでいる暇はない。邪魔させないよ。おお、聞いたぞ。倒してくれたんだって。マコーロのロボットがスラムで迷子だなんて。やっぱり爆発が原因かね。奴らマコーロを警備しているつもりで俺を侵入者だと判断したの。ああ、自分のしていることもわからないなんて哀れ。死んだの末端なんてそんなもんか。そんなことは。はいはい、これで事件は解決。これからも何でも屋のクラウドをよろしくお願いします。あ、おう。なんか巻き込んで悪かったな。
とにかくあんたを見込んでもう一つ頼みたい。武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。ミトガル市民たちによる抗議集会の様子を生中継する。私たち頼りにされてるね。ああ、楽しくなってきた。ああ、じゃあ顔と声に出して。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけに。それもそうだな。そうだよ、私の報酬高いから。いざとなれば俺も戦うぞ。おお、あんたか。実は女房の命日なんだが、墓参りに行けなくて、墓地に厄介なモンスターが住み着いてしまったんだ。どうだろう、代理で墓参り頼めるだろうか。安くはないぞ。ありがとう。墓地は川の先だ。でも聞くところによると、モンガス、モンスターのことを知らずに入る人がいないようだね。墓地の鍵ってモグヤのとこで交換したよね。やられはしない。届け。砕けるか。砕けちゃう。やっ。一気に叩き込む。沈め。冷たいよ。またね。チーッと。続いて。沈め。これだね。クラウドもお祈りしてあげたら。俺はいい。報告に戻ろう。一番街、八番街。また世話になっちまったな。これは報酬だ。先生は俺の恩人だ。そして今じゃあんたも恩人だ。だからこれは俺の気持ち、受け取ってくれ。奥さんのお墓きれいにしてお祈りしてきました。ああ、ありがとう。おかげで気持ちの整理がついたよ。女房の墓参りはもうやめにしようと思ってね。こんな弱った足腰じゃどうにもこうにも。最後になんとか一度だけ、そう思っていたところに、もう自力では無理。女房にもちゃんと。そんな。墓地の鍵だ。モグヤに返してくれ。だが私は。あんたが返してくれよ。報酬として5000もらうぞ。5000？ 金金金。お前さんの助けはもう借りない。鍵は私が返しに行く。ああ、嘆かわしい。これが神羅の世の末路か。あんたにはすごくムカついたけど。なんだか先生、ひょっとして噂の何でも屋さんですか。ああ、自分は活力新聞の記者をしているデマンです。活力新聞、いつもスラムの悪口書いてるね。とんでもない誤解です。スラムの醜い現実を世に知らしめることで、目指すべき未来を問いかけているのです。で、何でも屋さんにちょっとお願いがありまして。スラムエンジェルはご存知です？正体不明の怪盗スラムエンジェル、主に神羅カンパニーの関係者に予告状を出し、どんな警備もかいくぐって金品を盗み去る。有名だよ。盗んだものを貧しい人に配っちゃうの。スラムエンジェルはご機嫌取りが得意だから、スラムでは人気です。でも泥棒は犯罪です。秩序の敵です。私は奴の正体を暴きたいんです。
ところが住民の口が固いのなんの。おまけに私記者だとバレて誰も話してくれなくなりました。そこで何でも屋さんに取材をお願いしたいのです。ビーフハウスの子たちいつも話し合い。あらやだ。何？スラムエンジェル謎よね。必ず予告状を出してまるで手品みたいに盗むのよ。は、手品というよりも魔法よ。だから魔女だって噂でいいなら私だってモンスターが正体だって。私なんてあと20個ぐらい噂知ってますけど。こんにちはミレイユさん。久しぶりだねエアリス。変わった男とつるんでるって聞いたよ。この人はミレイユさん。町のこと何でも知ってるの。こっちはクラウド。元ソルジャーですごく強いの。これを使えそうだ。噂は聞いたよ。何でも屋でハウスの子供の憧れ。今は活力新聞の依頼でスラムエンジェルを調べてるんだって。詳しいな。噂話が大好きでね。しかしあの下っ端神羅もしつこいね。あいつの依頼は関係ない。話を聞いて俺が興味を持った。おやおや、あんたもスラムエンジェルに見入られた口だね。ちょうどいい。新しい情報が入ったんだ。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あの記者と一緒にさ。戦争は終わったと思っていたのにね。どうでした？ミレイユさん、わかる？最新の情報くれるって。ミレイユさん、あの情報通。自分もしつこく食い下がったんですが、はぐらかされて。どうやって口を割らせたんです？なに、年寄りの気まぐれだ。気が変わらないうちに教えてください。新情報ってスラムエンジェルの目撃なんですか？それとも残した痕跡が。いいえ、奴らのアジトの情報さ。アジト、大スクープだ。場所はどこですか？裏道を進んだ先にある物見の高台。もう随分使われてない場所だ。物見の高台ですね。すぐに行ってみます。けど別の噂もある。近頃その高台に。え？かなり手ごわい奴らしい。それでも行くとは。宮いや、軽率に踏み込むのは記者失格。なら、うってつけがいるじゃないか。なんでも屋さん、もう一仕事頼みます。高台の様子を探ってください。片付ける。ごめん、急いでるの。落ち着いていけ。頑張るね。とどろけ。うまく転がって。そっちは大丈夫？逃げれる？狙う。出ろ。行け。今がチャンスだ。任せて。それ。まぶしい。下がっている。届け。覚悟はいい。行くぞ。逃げれない。届け。切り替えよう。刻みかける。落ちて。辺りを調べようか。貧しき人々へ援助の品、スラムエンジェルがいただきます。スラムエンジェルの予告状？他には何もなさそうだ。戻って終了報告だ。
航空カードじゃないですか。間違いなく本物です。スラムエンジェルの予告カードです。これが有名な予告状かい。大発見です。他に手がかりは。おや、このカードなんか書いてある。しつこき神羅の汽車殿へおびき出して少々痛い目に遭わせるつもりでしたが、何でもやと出会うとは幸運でしたね。しかし次はどうなることやら、ご用心あれ。スラムエンジェルからの警告。何でも屋がいなければあんたはモンスターにやられてたってわけかい。悪かったね。情報通とか言われていい気になって、危うくあんたを死なせるところだった。まあまあ、こうして無事だったわけですから、これに懲りず私にも新鮮なスラム情報を流してください。スラムエンジェルの予告が出たぞ。次はウォールマーケットのドン・コルネオだ。待ってました。ドンは大物だ。これは大事件になるぞ。ちょっとその情報詳しく。報酬を取り損ねた。ほらこれを持っていきな。なに、遠慮はいらない。出どころはあの騎士屋のポケットだ。盗んだんじゃないよ、預かっただけさ。感心したよ。さすが噂の何でも屋だ。そろそろ帰ろっか。そんな時間か。クラウド、仕事受けすぎ。報酬が低すぎるんだ。お試し期間でしょ。我慢我慢。さあ帰ろ。ごきげんよう。待ち伏せ。エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔鋼の目だ。メノをやったのはこいつか。俺だったらどうする。事実確認、上長に報告。行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通りだが、エアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。思った通りだな、タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。飛んでけ。暴力反対。決まった。飛んでけ。決まった。やってやる。うん、やるな。帰る気になった。いや、楽しくなってきた。まだいる。仕事だからな。仕事は選んだ方がいい。沈め。えっ、まだだ。お願い、今日は帰って。そうもいかない。
おい、ルード。お楽しみのとこ悪いが、7番街スラムの件で緊急要請だぞと。今すぐ戻ってこい。わかった。事情が変わった？そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。やっぱり来る？花と話して…という、そんな一日でした。行こう、お母さん待ってる。花、なんだって？お疲れ様って。嘘、何も聞こえない。でもね。ううん、何でもない。どうせ信じないから。だろうな。一応聞こう。本当？あ。あと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも、何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。何かあったのか？さあ、行こう。返事くらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。帰っちゃう？ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。
あんた、その目、ソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。行くのかい？七番街へ行くにはどうすればいい？六番街を抜ければいいのさ。関東中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ない。元な。あの子には、もう、関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。どういうつもりだ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。空が見えるな。上、工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時、プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で、大事にはならなかったんだけど。あれは？ウォールマーケット。六番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、六番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。六番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所、お店いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって
無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。七番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。落ちてきたプレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。キリ、うん、冷たいよ。どけ。ごめん、急いでるの。ロボットアーム、かわいいよね。うそ、はしご引き上げられてる。この子、使えないかな。クラウド、じゃあ、私乗るから上。本気か。もちろん。上に行ってはしごを。よっ。調子で頑張ろう。待て。起こしちゃった。引き裂く。カチーンと。当たれ。続いて。来ないで。貫く。あれ？ここも通れたはずなのに。あまり前に出る。じゃあ後ろから。どけ。避けちゃうよ。
き止まりみたい。アーム担当だった？はい。え？あれ、見て。どうして意地悪するかな。また腕の見せ所だね。人使いが。降りるの無理だよね。あれは？キャンプかな。ということは降りられるはずだ。お願い。わかった。誰もいないね。
まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに、おい、見ろよ、泥棒がいるぞ。人んちを荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償、弁償、弁償ってなんだ。バカ、お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、その、あれだ。のえ、あはは、弁償ってのは、その、あれだ。あれ、俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。ああ、信じらんねえな。じゃあどうすればいいの。身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみ、身ぐるみ、身ぐるみってなんだ。バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだよ。弁償だ。身ぐるみが弁償か。もうめちゃくちゃ。よし、炙り出す。ポケット。いいか、お前ら動くなよ。死んだふり、死んだふり。バレてない、バレてない。今のうちだ、ずらかるぞ。置いてかないでくれよ。クラウド、どうしてソルジャー辞めたの。いきなりだ。言いたくないならいいけど。ソルジャーの時、仲のいい人とかいた。いや、いなかった。そっか。
私が降ろすね。7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く。昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。魔法を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前、見なくちゃね。7番街スラムまで繋がってるの。じゃあ
どうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあ。クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ。わかった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはそのあたりの男よりずっと強い。ボルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所。ねえクラウド、大切な人でしょ。助けてあげなくちゃ。追いかけよ。いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちは暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なあ、なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。探してどうするつもり？もちろん、助け。その子がタイプなんだって。だから。兄ちゃんも好きだね。といっても結構どの子だ。特徴は？特徴？スタイルがいい。スタイルか。もしかしてティファちゃんか？そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティファちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。ドン・コルネオの居場所を知らないか？おい、なんだ、やっぱり面倒を起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。ああ、行っちゃった。とにかく街の中探してみよう。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。
一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは？結構です。クラウド、行こう。契約は仕事。いらっしゃい。薬屋だが、アイテムも扱ってるよ。ワイドリー、いろいろ取り揃えてる。まあ、見ていってくれ。今後もよろしく。いらっしゃいませ。何かお探しの商品がございますか？素敵なこと欲しいけど、かなりお高いのは。お値段とサイズを今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが。とろとろだ。方のあの子にまた給料積もらな。これでも無駄。もう一軒行こうよ。迷ってんだか。ああ、入るべきか、わかるか、この感じ。だろうな、そうだろうよ。文がその純朴な顔つきはからな。なんだ、ティファを見なかったか。ティファ、愛しいその名を知るあんたは誰だ。え、てか、ティファがここにいるのか。なんで、もしかして俺を追ってきたのか。まっ、こうしていられない。ティファ、ティファ。あの人、何？気にするな。知らなくても。ここでしか見られないわよ。果たして、ほら立てよ。あと一杯。この道こそ。知っとるか。お前。おい、それ以上ち、人を探している。お前、ウォールマーケットは初めてか。だったらなんだ。屋敷は立ち入り禁止だ、特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒。あ、でもレズリーさん、なかなか。なかなか程度じゃ難しい。どうにかならない？ここがどういう場所なのか知ってるのか、エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ、スタイル。クラウド、私暴れていいかな。いや、代理人から推薦状をもらえ。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した3人の代理人。まずチョ、そしてテモミアのマダムマム、最後がミツバチの館のアニアンクーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく。そっか。でも、うん、わかった。ありがとう。どうしても入りたいなら代理人を頼れ。
エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は聞かせてもらったぜ。ティファはコルネオの屋敷にいるんだな。え？でもってコルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだ。はあ、いいか、ティファを助け出すのは俺だ。よし、待ってろティファ、今行くからな。話ちゃんと聞かない人だね。ああ、なんだ、またお前らか。何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私をコルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ、どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ。それじゃあ間に合わない。今回はダメ。今回？無理無理。ティファちゃんっていう逸材を送り込んでる。でもティファじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょ。そんなに推薦が欲しいのか？欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。裏だ。残念、表だ。まあ正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえから、他のやつは当たるなら。そのために代理人が3人もいるんだ。じゃあな。待て、そのコイン見せてくれないか。ふん、やっぱりな、裏も表もない。ずるい。ウォールマーケットへようこそ、というわけか。負けないから。しくしょう、迷っちまった。ファニアに会うはずましたね。ここか。なぜ俺は。ダメ。あんなことを。俺が話してくる。しくしょう。でも、エアリスはここで待て。すごかった。え？どうして？私も行くよ。でもだってクラウド交渉できないでしょ。さあ、もうすぐ会場だ。始めましょう。とろっとろに甘い夜を。もうすぐアニア様が。わあ、いらっしゃいませ。あ、どうも。ウォールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガール、またはハニーボーイのご指名はありますか？アニアンクーニャンに会いたい。当店のナンバーワン、アニアンクーニャンですね。ではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうか？いや、予約はしていない。それは大変申し訳ございません。現在アニアンはご予約のお客様で、向こう3年間は埋まっておりまして。そんなに？
俺たちはただ会って話したいだけだ。オーディションの推薦状が欲しいの。そういうことでしたか。しかしどちらにしてもご予約がないことには。そこをなんとか。ごく稀にアニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますが、お客様からはどうすることもできないかと。申し訳ありません。仕方ないね。他の人当たってみ。なんか緊張しますね。あなたはハニー。ほら立てよ。やさあもう一軒行こうよ。ここはな、おまあ、マコール。ライス大盛りも行っちゃおう。いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ？あら、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきます。というわけで本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと？私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたく。まったちょっと黙りな。勝手に口開くんじゃないよ。まったくまた変なの来たわ。ちょっとばかし若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって。頼み。あのね、お二人さ、うちは手もみやもんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないの。てめえら、頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え、早くしな。お、それでいてしなやかなって。いいわクラウド、あんたが誠意を見せなさい。話はそれから。さ、どのコースにするんだい。クラウド。リッチなお客にはふさわしいおもてなしを。まずはハンドクリームを指の一本一本にねっとりと丁寧に塗り込んでいくからね。それじゃ指先からいくよ。ほーら、力抜いて。悪いようにはしないからさ。あら、痛かったか？いや。次は指の付け根を揉んでくよ。凝り固まった老廃物をどんどんと流していくからね。声出してもいいんだよ。我慢は体に毒だからね。最後に手のひらのツボを優しく刺激していくよ。こんな風に。あ、いや、どうしたんだい。声が漏れてるな。ここが気持ちいいのかい。ここはどうだい。それともここかい。ああ。気に入ったらまた来てちょうだい。はい。
大丈夫？ああ。クラウド、変だよ。そうか。絶対変。癖になりそうかい？さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。ふーん、まあいいだろ。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏さい格好した女を連れてったとあっちゃ、代理人としての信用に傷がついちまうからね。この服ダメ？動きやすそうでいいと思う。それ褒めてるの？あんたらイチャつくなら店の外でやってくれ。あ、ごめんなさい。でも服心配しなさんな。払うもんさえ払えば。いくらだ？ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは100もしょ。だから提案が。この町には地下闘技場があってね、クラウド、あんた私そこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ。賞金が出るのか？うん、推薦人の私にね。どうだ、乗るかい？分かった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かいな。どんな大会かな？この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。優勝できそう？そこは心配していない。強気もいいけど足元すくわれないようにね。ワンセットいかな。コルネオ杯入場開始します。ランナーは右手、出場する選手は左手にお進みください。お進みください。なあ、誰にかける？バカ、こんなところで言うなよ。やっぱ三のとこが硬いだろうな。今からエントリーが？たっ、ギリギリだな。いや、俺だけ。二人でお願いします。推薦してもらうの私でしょ。じゃ、お二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。思ってたより降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、こっちだ、急げ。眠らない都市ミッドガン。あなたでもひときわ輝くキラ星、ウォールマーケット。あなたの欲望を受け入れ叶える街、ウォールマーケット。あなたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。お安心ください。今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットのまさに今ここ、地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ギャラ。ルールはたった一つ、相手を叩きのめす。寒風の紐でぶちのめす。知恵の博士、舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです。さあ地
木に植えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました。イス格闘デスマッチコルネオ杯を開催いたします。なんだかすごいとこに来ちゃったね。